問問のい問きましょうでこれはどういう問題かというと、フランスとポルトガル、このアーと E、これが、縦がフランスかポルトガルのどっちかやと、で横が、何これ、えっと、輸出額と輸出量、これ面白いね、なんか普通、輸出と輸入、輸出量、輸入量で比較したり、輸出額と輸入額で比較することが多いけど、どちらも輸出やと、これちょっと見落としてないかな。 これ問題解くとき受験生普通輸出と輸入やなと思って解いていくとちょっと間違えてしまうねで、えっと、ただこれも確かに目のつけどころええなーって思うね、まあ、そ,れそれは賢い天才の先生たちが作ってるんやからそれはそうなんやけどさ面白い問題やなと改めて思いましたでやっぱし額と量をこっちから先に行こうかなやっぱし,やっぱしこう何事もそうやけど抽象から具体 一般的な話から具体的な話にいった方が分かりやすいと思うから、まずこれもフランスとポルトガルを具体的に決めていく前に、まずこの横、E と F が輸出額なのか輸出量なのかで決めていった方がいいかなと思いますね、でそれでいくと、まあ、大まかにじゃ E と F で比較したときに、まあ、まず目につくのは E の方が、ここのこれつまり海上輸送が非常に多い、フランスにしてもポルトガルにしても、どちらかまだ分からんけど。 この時点で、この E の方が、あこれ、輸出量やなっていうことが分かるかね、も,もちろん F の方が額なんやけど、つまり、ここら辺で使う知識は、やっぱ、ウェーバーの立地論とか、そのあたりをね、つまり、輸送コストを極力抑えたいと、重くてかさばって、でも安いものは、極力コストの安い船で大量に運びたい。 ということよ、ね、えつまりえっと船で運んでる割合が多いこっちが輸出量やということねで逆に高くて単焦、えー、軽薄,、うん、薄くて軽いもの例えばもう IC チップとかがその代表例やけどそんなやつは軽くて小さくて高いものは飛行機で運んでも元が取れますよっていう話よねということで決まってくるかな1個もうちょっと答え 行く前にもう少しだけ話しとこうか、このえっと、じゃあ海造、海上輸送で、えー、量をいっぱい運びますよと、例えばん、かさばって重くて、でも単価は安いものの代表例としては、例えば鉄鉱石とかね、石炭とかね、ああいう石の類いがあ代表的なもんよね、でじゃあ、それは何で運ぶかと、ここら辺は交通の話やけども、これは習いましたか、バルクキャリア船、バラ積み船って日本語では言うけど。 いわゆる、この写真にあるように、ちょっとこれ蓋が開いてないからあれやけど、この蓋を開けるとやで、ここにも石をあのバラ積み、適当にというか、詰めることができる。こういう船ね、これバルクキャリア船って言います。で、こんなんで石とかを大量に運ぶとコストが安くなるよっていう話ね。で、そうそう、これもね、ちょっと GIS の紹介で、これもおもろい GIS だから、もう1日潰せるで、これ。マリントラフィックって調べて、これ、 外国のサイトやけど、マリントラフィックって調べたら、これ出てくると思います、何かと言ったら、これ今現在、リアルタイムで船が航行してる場所が表示されるアプリを、すごいことになってるやろ、日本近海でも、で色は,色はね確かね赤がカンカーやったらな確か、ねで、緑が貨物船とかバルクキャリア、で青があ旅客船かな、あーフェリーとかね。多分 宮崎に来てるフェリーもこれは多分さっき宮崎港を出発した今夜の8時半やからほらこれはフェリー6港でついこの前あの就航した新しい新造船だよねまだこれ乗ってないけどとかね <laughs> でこん,こんなの見ていくとむっちゃ面白いで、ね、この東シナ海でもさあこのえっとオレンジ色は確かフィッシングやったかな確かそうよねほらほらあの漁船ね それで見ていくとほら見てみる、この東シナ海で中国がもう乱獲しまくっとるやろこいつらほんまな <laughs> あとはな尖閣諸島の辺り見たりしてもおもろいしあとはやっぱこの航路が見えてくるよねこの赤がタンカーって言うとねタンカーがどうやって通ってどこを通って日本にやってくるかとかもわかるよねでほらほらマラッカ海峡とかすごいことなってるわこれこうやって見たら航路が見えるから気持ち悪いけどねおもろいよね ととかか海峡とかねほら、こここここ,こ,こ,この、ロンボク海峡。この、これはおそらくこの、オーストラリアのポートヘッドランド。こんな話しだしたらもう気にないけど、ピルバラ地区の鉄鉱石をここから積み出してね、ロンボク海峡を通って、中国、日本、韓国とかに来てるんや。で、こうやってこたどっていったら、ペルシャ湾から来てる、この赤色がタンカーやからね、確かにタンカーがこっちの、あ、こっちか、ペルシャ湾、ホルムス海峡を通ってこう来てるってことも分かるわね。 とかとかよでそれでもう今,今ここの話でじゃフランスとポルトガルの辺り、まあ、ポルトガルとかを見てみるとやで地中海もほらスエズ運河がこう通ってヨーロッパへの航路がこう見え可視化されるけどさやっぱしこの問題でじゃあポルトガルとフ,フランスをこう決めていこうと思ったら この問題の1文目にもヒント的なものが書いてあるけど国の地理的な位置とか運ばれる製品の性質によって、えー、輸送手段は異なりますよとやっぱ国の地理的位置っていうのはそれはもちろんポ,ポルトガルの方がより大西洋にこう面していてねフランスももちろん海に面してるけどちょっとこう内陸っていうか内陸でもないかと <laughs> いうことねで例えばポルトガルも大西洋に面していて例えばどこら辺いる なんかこんなところら辺の港どうかねここら辺の港とかに停泊してる船にバルクキャリアとかうまいこと通ってる止,止まってへんかなこれはなんやこれはあこ,これコンテナ船かこれはあほらほら見てみこれバルクキャリア船やほら見てみこれこあれちょっとこれパナマ船籍のバルクキャリアって書いてるよねスプリングクイーンやって で、これが、いつ何校を出て、いつポルトガルの、これシこ、シールっどこやろシールっどこやろなクロアチアいや、わからん。えー、にいつ来たかとかもこう、わかるよね。これは一日潰せるアプリやで、ぜひぜひ見てみてください。こうやって、まあ、水運が非常に発達してるっていうことがわかるよね。まあ、フランスの場合は、だから、北側にも港があるし、もちろん地中海側の、それこそこマルセイユとかフォースとかね。 この辺りにも港があるわねあれこれ内陸のあこれすごいなもうめっちゃいろんなとこ分かるなここよほらほらこの内陸も船が走ってるよねこれライン川の水運でこれドナウ川の水運よねここにマインドナウ運河っていうのがあって北海と国海がこうつながってるよねとかとかこんなもん分かるわこのエルベ川の水運とかねへえ <laughs> まあまたちょっと見てみてください で話戻って、あとはフランスとポルトガル、どう決めるうーんと、どう決めようか。あとは、だからちょっとこっちでも決めれんことはないけど、まあ、こっちを見た方がいいかな、こっちを見たときに、特にこ,これで3番特徴的なのは、確かに海上輸送も多いけど、航空輸送の輸出額が極めて大きいよねと。 で、ここでやっぱしピンとこなあかんのは、フランスの航空機製造業かな。もうここら辺ピンときますかトゥールーズの話。フランスは、えっと、世界の2大航空メーカー。アメリカのボーイングと、フランスというか、まあ、EU の共同企業体のエアバスね。で、エアバスの本社が置かれている、このフランスの南部、ピレネー山脈の北側のふもと、ここにトゥールーズという都市があってよ。 ほこ,こ,、ねはい、これトゥールーズねでここにエアバスの組み立て工場がありますよとでどこや、えー、ここやここにトゥールーズの空港があってまあ普通の空港ではなくてここはここら辺が確かエアバスの製造をしてるとこなんじゃないかななんかあれがベルーガとか止まってないかなちょっと待ってよここら辺になんか一回な見た覚えがあるんよねあこれそうちゃうほらほらほら 見て見て見てこれ、めっちゃ特殊な飛行機なのからんない形おかしいやろこれベルーガって言って白イルカよ、ね、いわゆるあのこうボ,ボコってこうなっててな何かって言ったらエアバス社の飛行機を運ぶための飛行機、ね、でどういうことかって言ったらエアバスはこのヨーロッパ中で分業をしてるわけよね。イギリスで えー、翼作っってととかあちょっとどこでどこかはちょっと忘れたけど、ドイツで胴体作ってとかね、いろんな国、ベルギーで何,何かコックピットを作ってとかね、いろいろこう分業してて、でこのベルーガに乗せて、特に胴体とかをこの中に乗せて、これ前がパカって開くんよ。パカって開いてるやつないかな。いや、ないな。こう前がパカって開いて、そこからこう胴体をこう差し込んでね、でで飛行機で飛行機を運んできて、でここのエアバッシャーのこの工場で組み立てて、 それで世界中に出荷していくわけよねで飛行機なんていうのは極めて単価が高いからさあこんなんもほらまだ塗装前やろこれ塗装する前よここでこう塗装してんねやへえすげえシンガポール航空カタール日本のメーカーはないんかなぱっと見日本のメーカーはないね <laughs> へえすげえ A350 ねうーん こんなも,もちろんまた見てみたら面白いかなと思いますね。うんで、ごめん、話戻って、で,でここからこの飛行機を輸出というか、もう自ら飛んで、えーか、外国に出荷されていくわけよね。っていうことを考えたら、まあ、もちろんこれだけじゃなくて、もちろん他の精密機械とかもいろいろあるやろうけども、やっぱりこれがこのフランスの輸出額に寄与する部分っていうのは非常に大きいはずよね。 っていうことから、まあこっちがフランスかな。で、こっちがポルトガルって決まってくるかなと思います。あとは、まあちょっとそれだけでもし不安なんやったら、どうかな。ポルトガルの方に、その他がほとんどないよね。で、やっぱ注釈、ここに気をつける、気を配るべきで、その他に鉄道を含むと。で、鉄道がほとんどないっていうところも、やっぱりちょっと着目すべきかな。だから、このポルトガルの、 位置関係を見た時にもちろんポルトガルも鉄道を走ってるよ、ヨーロッパの、あちょっと 2D にならんな、走ってるんやけども、やっぱりこのヨーロッパの中でポルトガルっていうのは、ある意味、この端っこに位置していて、こっから鉄道でこう運んでいくときにもね、例えばここピレネ山脈あるから、もちろんピレネ山脈のこっち側とこっち側ね、鉄道を走ってるんやけど、やっぱり長い距離、ドイツとかイギリスとかに行くにしても、長い距離運ばなあかんからね。 そうやったらやっぱもうここから船で行こうってことになるわけよね。ってことを考えてもいいかなと思います。はい、終わり。